女子ハンドボール日本代表織姫ジャパンの元を訪ねた YouTuber くまモン。織姫ジャパンと7メートルスロー対決。来年熊本で世界選手権が開かれるハンドボールです。実はとってもエキサイティングなスポーツなんですよ。プレー中激しくぶつかり合い、シュートは時速100キロを超えることも。あまりの迫力にくまモンガクブル。大丈夫かな。7メートルスロー対決、勝負は3本です。先行は織姫ジャパン川田智美。くまモン止められるでしょうか。お願いします。さあ来い。ははは、ゴールだよ。織姫ジャパン一本選手。続いてくまモン、ゴールキーパーは板野美奈美。さあどうだ。なけ、おお、見事ゴールだよ。織姫ジャパン2投目は勝連知恵。くまモン止められるか。おお、おお、なんとスーパーセーブだよ、くまモン。おいおい、すごいすごい。奇跡の瞬間をもう一度見ちゃう。短い腕で必死にパンチングですね。これでくまモン一歩リード。さあくまモンの2投目、ゴールキーパーは寺田美希。くまモンこれを決めてさらにプレッシャーをかけたいところですね。果たしてどうかな。あら、残念だねこれ。さあ織姫ジャパン3投目は高宮咲。もう集中。よし、決めるか。緊張の一瞬。ありゃ、織姫ゴール。くまモン3投目、ゴールキーパーは飛田貴美子。泣いても笑ってもこれが最後ですよ。外したらくまモンの負け。さあどっちだ。あっちー。悔しいじゃないの。ということで織姫ジャパンの勝利でしたね。くまモンハンドボール楽しかったね。織姫ジャパン、 ありがとうございました。2019女子ハンドボール世界選手権大会熊本で開催。ハンドインハンド、一つのボールが世界を結ぶ。熊本で世界の頂点が決まる。日本代表を熊本で応援しよう。女子ハンドボール世界選手権大会2019年11月30日開幕。